欧州選手権、ユーロ、は現地時間6月18日にグループリーグ F 組のトルコとジョージアの試合が行われ、トルコが3対1で勝利した。スペイン一部の名門であるマドリードでプレーするトルコ代表 MFR ダギュレルは強烈ミドルでチームの2点目を決め、英国共放送、BBC、は、トルコのメッシが自己紹介、と活躍を報じた。 ギュレルはトルコの名門フェネルバフチェの下部組織からトップ昇格し、今季に向けて18歳にしてレアルへ移籍。負傷などでデビューは遅れたが、年明けに入ってからの出場でリーグ戦10試合に出場して3試合連続を含む6ゴールを決めた。2月に誕生日を迎え19歳になって迎えたユーロの初戦。 揺れる後半20分にペナルティーエリアすぐ外の右サイドでボールを持つと中央に切り込みながら左足を一閃。インスイングの回転がわずかにかかった強烈シュートは、GK のセービングを回り込むようにしてゴール左上隅に吸い込まれた。栄光共放送 BBC によると、これは史上3人目となる10代選手のユーロデビュー戦ゴール。 1964年大会の元ハンガリー代表 FW フェレンツ・ベネと2004年大会のポルトガル代表 FW クリスティアーノ・ロナウドに続いたとしているこの一撃は BBC の解説陣を驚愕させ元ウェールズ代表 DF アシュリー・ウィリアムズ氏は信じられないゴール 私たちはこの主要トーナメントで彼が自己紹介するチャンスになると話していたが、その通りのことをやってのけた。彼はクオリティを示した。何かを見せてくれるのではないかと期待していたが、アンビリーバブルだとコメント。元イングランド代表 DF ステファン・ワーノック氏は、試合の立ち上がりから、彼が素晴らしいボールタッチでピッチ上を縦横無尽にプレーするのを見てきた。 私たちが目撃したゴールは魔法の瞬間であり、輝かしいもの。彼の能力を垣間見たとコメントしている、左利きの新鋭アタッカーは、アルゼンチン代表 FW リオネル・メッシになぞらえて、トルコのメッシと称されることも多いが、ユーロの大舞台でその才能を世界にアピールした。